今回はこの文字の読み方を練習していきます。それではまずこの文字の読み方のお手本を見てみましょう。まず正面の唇の動かし方を見ていきます。それでは次に横から取った唇の動かし方を見てみましょう。Oh. 今聞いた音はこの発音記号で表します。この音を発音するときには日本語の「お」と同じぐらいの口の大きさで音を出します。続けて唇を日本語の「う」よりも丸めて弱めに音を出します。それではもう一度お手本のビデオを見て発音の仕方を確認しましょう。Let's practice O sound. O, O, below. O, O, crow. O, O, elbow. O, O, low. O, O, pillow. O, O, rainbow. O, O, slow. O, O, snow. O, O, snowy. O, O, throw. O, O, window. O, O, yellow.